こんにちは。こんにちは。これはもうあるもので、はい、料理をしていくのコーナー。はい。はい。これで僕が使うのはこのタイ。まああのまだ釣り動画上がってないと思いますけど、うん、それをちょっとあの内臓を取って保存してたんで。はい。これね。タイと塩釜。いやだ。時間かかる。なんか作る。うんうん。じゃあ私は。このじゃがいも1個を使ってじゃがいもバターを作ります。1個。あ、あとこれね、これをフライパンでいって銀杏を作ります。はいはい。さあどうすかな俺は。これをねちょっと頭を取らないと多分油鍋入らないですよね。丸ごと1回揚げるんで、天ぷらの油鍋に入れてそうかな。油をビャーッと出るやつないか。こういう出し方の家庭おらんやろ。さあ早いよ、今夜も早いですよ。もうこれ鱗内臓、取っております。はい、そこで私は天地を、はい、うん、小長さんの匂いがする。くっさっ。やばっ、ついちゃった手に。これでおい、あんまり食べるとね中毒を起こすけんね。これめっちゃやりやすいんだけど。え、この電池、うん、やば、これ本当銀杏ある人たちにおすすめです。どこのペンチかわかんないですけど、何のためのペンチかもわかんないやつ。臭いね。すげえ、ほら。こう溝にはまって、パチってほら潰しすぎない。すごいこれ。切れるよ銀杏ように。臭。で、キャベツがなぜかこういう残りが出してたんで。薄いキャベツ。そういう。じゃがいもを洗います。はい、ちょっとね、材料がなくても余り物でもできるよーっていうところをちょっと見せとったら、ちょっと好感度アップするかなと思って。うん、俺だってね、うん、もう火通すだけでどっちも。これ半分に切ってちょっと。サンキュー、切ることすら諦めてるね、もう。ずっと臭いよ。締めよう。いやもうくっさい、さっきからマジで。くっさ。ちょっと切れ目入れとこうから。おう。おう。よし。よし。はい。あとは、この中に入れて、チンするだけです。チンじゃねえや。うん。僕の方の家で料理は？料理はもう、時間があるときだけですね。あと、時間と体力があるときだけ。中に入れて一緒にチンします。が一番小玉さんのターン終わり。まさかターンは終わりです。そう、うん、終わり。いいぐらいになったこのバターを乗せようかなと。なるほど。はい、さあ僕は片栗粉。じゃじゃ片栗粉。じゃじゃあじゃあ、あ、じゃあこれ片栗粉きれいにまぶしとって。はい、マジでそれ俺のターンになっちゃうよこれ。俺が作ったことになっちゃう。ダメダメダメ。じゃあ野菜炒めていきます。うん、片栗粉のこのキュッキュする感覚もあんまり好きじゃないな俺。キュッ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 まぶしたよ。あ、ちょっと待ってください。ねえ、じゃあキャベツと玉ねぎを炒めていきます。結構しんなりするまでやります。結構炒めます誰か。あ、ちょっと水溶き片栗粉を作っとってもらっていいですか。それ俺のターンになるよ。ダメダメ。俺が作ったこと。俺のターン。俺のターン。ずっと俺のターン。この辺の片栗粉でいいかな。はい、と思いますよ。これ。ほんとし。わお、入れるね。思ってたのの3倍入れたね。5倍は入れる。思ってる以上の5倍入れてください。調味料は
醤油。醤油。高級そうな醤油が。黒醤油。あ、いいね。あ、一応油に入れて。はい。じゃあ俺のターンで。一応もう子供さんのターンでね。いきます。はい。うわ。うっしょー。尻尾入りきら。押し込め、押し込め。よし、また火が通るのを待ちます。はい、はい、僕のターン終わりました。とろみつくかな。これに入れていきます。はい、ちゃんたんちゃんたん、なんか全然持ってる汁が出た。いや、これうまそうだぞ。え、うまそうだぞ。うまそうだぞ。ね、こう余りもってできるんですよ、料理っていうのは。まあ、タイが余ってるということが珍しいですので。ちょっと考え直しました。お、銀杏を油に。油に。銀杏揚げってありますよね。あるある。ね、揚げ銀杏。臭い言うたら銀杏に謝れてせえばこの間と思ったんだけどさ、もう銀杏はそのために臭くしてるんやと思うけどね。じゃあ謝っとくか。謝っとく。ごめんね、臭いって言って。ごめんごめん。これでいいですか。入れた。銀杏としてはもうしてやったり。うん、ね、このまま入れてね。どこ行くかを追跡しよう。下にいるんだね。ね、おお、出たけどカチカチになっちゃった。これ揚げすぎ。そんなもんじゃないの。こんなもん、うん、そんなもんかな。じゃあ揚げに、揚げていこう。うわ、うまそうだ。揚げちゃおう。揚げてるけどね。いきまーす。揚げたたい、揚げまーす。おお、揚げまーす。おお、揚げました。熱いうちに、熱いうちにそうね、そうね。あ、ちょっと油が落ちて、あれもこのあんがうまいんよ。熱っ。ごめんごめん。時間ごめんごめん。わかん。もうじゃがバター結構あ、めっちゃいい。焦げてる、うん、あー、いいじゃん色的に。長めで通ってるね。よしよしよし。じゃあ太陽多分右向き左向きあるんだろうけど、知りません。そして、あんをかけます。はい、ここはあの交換を入れとってください。全然じわな。最後、押すかな。うまそう。うまそう。はい、完成でーす。タイのあんかけ、じゃん。うん、美味しそう。これもう出していいんですか。うん、出して。俺のターンですか。いや、それは俺のターン。俺のターンですか。俺のターン。はい、俺のターン。はい、取り出しましたので、僕が作りました。違います。はい、かわいいですね。中、火取ってんのかな、これ。硬いですね、これ。チンしましょうか。チンして食べていきます。はい、はい、いただきます。いただきます。じゃ自分の芋から。俺も食べる。うん、じゃあ俺も自分のタイから。じゃがバター絶対うまいもんね。じゃがバターぎんな。うまいもん。おいで。じゃあ俺ももらおう。うめえ。うまいうまい、うまいうまい、うまい。ちょっとじゃがいも上手。じゃがいも食べていい。ねえ、ねえ、いいよ。こっち何て言えばいい。がっつり食べて。いや、これはね、うまいよ。もう、ママ内心やばと思ってるやろ、このうまさ。うまい、うまい、うずっちいな。うまい、うまい、うまい。うまっ。
鯛がうまいね。このあん誰が作った？誰のあん？俺のあん。みんな。パサパサ。確かにね。それ火通り過ぎたやつ。あ、でもうまい。うん、やっぱ銀杏はうまい。うまいね。このもちもち感が。俺ら料理できますね。ね。小さだったけど。ということで、はい、冷蔵庫の残り物で料理作ってみました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、銀杏うま。タイマ。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し。はい。Thank you.